どうも、快速です。矢崎です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、今日なんですが、これは小部屋なんですけども、はい、もうメインでもいいんではないかという企画でございます。はい、なんと、もう言っちゃっていい？はい。うちのチーム活躍の安武が、はい、整形します。違うんだよ、整形しないのよ。別にしてもいいんだけど、しないのよ。あれ、俺聞いてたの、整形って聞いてて。整形ではないんすよ。何いつも僕がお世話になってる、あの TA クリニックって美容クリニックがあるんですけど、そこに行って、あのシミをまず取ろうかなと思ってて。シミ、はい、シミなんかないやん。ちょっと、ちょっとあ、どっちかにあるでしょ。どっちか忘れましたけど。あ、これのこと。はい、こんなん分かれ、ちょっと、分かれへんよ。視聴者さんにちょっと見せて。こう、どっちだ、こう左目だ、この辺やん。そう、自分でもどっちか分からんよ。ちっちゃいのも含めてね。取んの。はい、シミを取るのと、と、あと、まあ、せっかくなんで、まあまあ整形ではないんですけど、その要は切開切ったりとかしないようなことはなんかもろもろやってこようかなと思って。それを聞かせてくれよ。どういうこと、切開はしないけど、はい、なんかいじんの。あと注射ですよね。だから注射、はい、ヒアルロン酸をここに入れたらほうれい線が薄くなるんですよ。整形やないか。整形、それ整形ちゃうの。それを整形とすんなら整形しますよ。いや、俺もごめん、整形の定義がよくわかってる。まあ僕は、まあ整形かもしれないですけど、まあまあその切らなきゃいいかなと思ってるんで。あ、なるほどね。まあ切ってもいいんですけど、うんうん、っていうか別にそもそも言っておきますけど、整形って何も悪くないからね、うん、確かに、はい、それで言うたらうちのチームの常も、はい、そうやってますからね。しっかり二重まぶた切開してますからね。いや、切開ね。いや、でも何も悪くないのよ、はいはい、でも安武がやるっていうことで我々テンション上がってんのよ。あ、なるほど。まああとはなんかこの辺のたるみをリフトアップするようなことも。リフトアップ、はい。それなんかいろいろあるんですけど、まあ糸を入れたりするのもあるんですけど、それもやらずになんかそういう方法があって。へー、はい、まあそこら辺あと相談する。あと、うん、なんかそのボトックスってのを打つと、ちょっと待ってくれ、ややこしいもん。なんかいっぱい出てくる。ボトックス、はい、ここら辺のね、あの筋肉、顔の横のほっぺとかやるとかで筋肉が発達してるんですよ。はいはいはい、その力入れると、うん、それはまあ男としてはいいことなんですけど、発達するとグッてなるんで、そういう形でちょっと顔が大きくなっちゃったりとかするんですけど、それを筋肉をそのなくすんですよ。どうやってやん？そう、注射で。そうするとだんだん落ちてくんで、で顔が細くなる、ちっちゃくなる。筋肉なくなっちゃう。だからちょっとご飯よだれブエーってなるじゃん。そんななくなんないっすよ。面白いから回してくれよ、それは。安武いつもどうなんの、どうどう。だから筋肉がなくなるんで、それがだからその分ちっちゃくなるというか。グッてここが今張ってることになってる。はいはいはい、喋る職業とか、うん、なんか筋トレすることしたりとか、うんうんうん、力入れたり、歯食いしばっちゃう人とか、うんうん、で僕結構ここがあるんで、それを、はい、あのここら辺をちょっと喋りづらくなったりしないの、ね、大丈夫。喋りづらくは多分大丈夫です。大丈夫か、ほんまに。どう、食べづらくはなるらしいですよ。あ、まあ、それは美しくなるためならいいと思う、はい、ただ喋りづらくなってしまうと、はい、確かに確かに、言うて声の人やから。そうですね、それは大丈夫。いつも5秒前4-3-2ってやってくれてるから、はい、それはお前ガラガラガラ田中真希子だし、こんなんされたら俺困るから。声が変わっとるから、それも声が変わっとるのよ、それは。いや、声が変わるも何も、喋り方変わったら声も変わるから。困っても田中真希子だから言わないし。いや、でも楽しみやね。楽しみ、どうなんの。それってさ、はい、ほんまごめん詳しくないねんけど、はい、整形をするにあたってさ、はい、まあ整形じゃないかもしれないけど、はいはい、整形された方でダウンタイムみたいなのあるやん。はいはいはい、確かに、はい、そういうのはあんの。多分シミはあると思います。多分1週間ぐらい照射してから、レーザー照射するんですけど、うん、1週間ぐらいは逆に濃くなるとか、ちょっと目立っちゃったりするんですけど、うん、それで薄くなってったりとか、ボトックスとかも1回じゃ全部効かなかったりするんで、うん、何ヶ月かに1回また通ってって、だんだんみたいなことする。なるほどね、はい、でちなみにこれね、明日なんよね、はい、明日行きます、はい、うん、せっかくやったらさ、はい、ちょっとカメラ回してもらおうかなと思って。ちょっと見たい。映せる範囲内で。はい、でも、あの向こうにあの伺ったら、もう全然もう好きなだけ撮ってくださいっておっしゃってから、今回お届けできんのよ。すげえ、はい、そう、だから明日僕はちょっと仕事なんで、うん、カメラマン土橋くんが、はい、一緒に行ってくれると、はい、と安武で行ってくんねんて、はい、楽しみやで、だから、うん、でもだからもういろいろやりたいと思ってるんで、今後もしかしたらもう持ってやるかもしれないですよ、ね、もっと、どうなんのお前、最終形はどこになんのよ。
なんまあでもできることはしたいなっていう、うん、努力はしたいなっていう。いや俺はでも応援する、うん、どん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 もう安武いろいろいじってもらって、はい、最終的に顔こんなんなったよ、うん、だいぶことっくり体これ体これクッキーさんのなんか描く絵みたいな体これでこれでだいぶ面白いめちゃくちゃ面白いよいじりすぎましたよいやちょっとわかんないですけど、じゃあ明日とりあえず行ってきてよ。そうですね、だから僕もどうなるかわかんないですけど楽しみなんで、はい、まあ即効性があるものとないものがあったりするじゃん。はいはい、まあでもどのような、まあ、治療っていうのかな。うん、まあそうですね、施術っていうのかな、はい、楽しみでございます。今回は僕いないですけども、はい、どうしくやすさん行ってらっしゃい。はい、行ってきます。というわけで本日もせーのおなしゃす。さあ、ということで TA クリニック銀座院に着きました。はい、カメラマン土橋くん、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。ということで、もうこれね、施術を実際受ける部屋なんですけど、ちょっとしてください、土橋くん。すごいですよ、もういろいろいろんな機械が、ね、美容だったりね、はい、機械が何が何だか分かんないんですけども、はい、ここで今日やっていくんですけれども、はい、じゃあ早速、今日僕に施術をしてくださる先生をご紹介したいと思います。はい、マリー先生です。はい、こんにちは、銀座院院長山田マリエと申します。よろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。マリエ先生なんですけれども、はい、マリエ先生はこの銀座院の院長先生でもあり、はい、で僕が普段ここに通ってね、はい、る時にお世話になってる先生なんですけれども、はい、であとその いろいろねお肌のこととかをもうおし全部教えてくださってる、はい、大師匠でございます。師匠です。今日よろしくお願いします。お願いします。で、うん、さらに先生は、はい、カジサックチャンネルを全部見てくれてます。はい、もう全部見てます。大ファンなんで。本当にありがとうございます。こちらこそありがとうございます。はい、ちなみにじゃあ、はい、そんな先生が一番好きな動画って何ですか？でもやっぱサプライズのやつがいつも泣いちゃうぐらい感動してるので、なるほど、うん、はい、もう大好きな誕生日、はい、動画、サプライズ動画が一番好きですね。あとは嫁作さんのメイク動画もちょっと本数少ないんですけど、いつも楽しみにしてます。あ、ありがとうございます。大好きなんですよ、嫁作さん。そう、それぐらい、見てくださってる、嬉しいですけども、はい、早速、じゃあ、はい、やっていきたいと思います。ちょっと緊張しますけどね。そうですね、ちょっと、はい、はい、まあ先生の、はいはい、大きな施術ですもんね。いつも肌ばっかやってるんで。そうですね、整形、プチ整形。え、あれちょっと安木さん、あれちなみに整形になるんですか、これは。そうですね、ヒアルロン酸注入は、はい、プチ整形の範疇には。え、なるほど。カジサック、整形でした。プチ整形しますよ、はい、はい、よろしくお願いします。じゃあ早速、よろしくお願いします。はい、はい、安崎さん、はい、ということでまず配布です。はい、配布超音波のお熱を使って、はい、たるみを引き上げていきます。はい、ということで安崎さん、はい、続いてはラジオ波を当てていきます。ちょっとね、あったかい感じで、うん、むくみが取れたりとか、ちょっと引き上がりも直後から分かるような感じになるので、はい、ちょっと半眼だけ当てて、終わった後、起き上がってどれぐらい引き上がったか見ていただきたいと思います。矢崎さん、はい、ラジオ波終わって、はい、ちょっと起き上がっていただいて、こっち側半分ですね、右側半分だけ当てたので、はい、ちょっと違い見ていただきたいんですけれども、はい、一回背もたれ上げ、はい、背中上げて、はい、どうですかね、鏡で。あ、上がってますよ。チークトップがこことここって感じで、そうですね、こことここですもんね、ここのトップがですね、ここのトップが、そう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 、こんだけ上がってるってことですもんね。そう、すごい。はい、ってことで続いてなんですよ。先生ちょっとかけちゃってますけど、あんまり見ちゃいけないのでサングラスかけさせていただいて、はい、これからフォトフェイシャルというですね、シミの治療をしていきたいと思います。はい、ちなみに僕面白いことになってます今ね、はい、すごく面白いですよ。何よりです。面白いですね。じゃあ行きますかね。はい、さあ、安武さん、はい、続いてなんですけども、先生、はい、ヒアルロン酸注入をしていきたいと思います。こちらですね、
ほうれい線をなくしていきます。わかりやすく注射ですもんね。そうです、そうです。今ですね、こっち側が入ってなくて、こっち側入ったんですけど、わかる？ちょっと、お灸だったらわかりやすいですかね。ここが出て、全然違う、なくなったね。なくなっちゃいましたね、すごい。今ちょっとだけ赤いのは消えますので、ここのくぼみがなくて、もうちょっと馴染んでくるってことですもんね、これさらに。もうちょっと馴染みます。え、はい、なくなったじゃん。なくなってますよね。アプリいらずですね、これ。はい、ということで今、はい、両方注射を打ち終わったという形ですね。はい、ヒアルロン酸ほうれい線打ち終わりました。はい、お仕上がりこんな感じです。どうでしょうか。やっとけさ、今ね、若干あのまだここら辺麻酔が効いてるんで、はい、そのうまく笑えなさはあるんですけど、すごいっすよ、はい、初整形終わりましたね。いや、ほんとすごいっすよ、すれさ、うん、ただ、うん、まだうまく笑えないです。確かにちょっと、はい、口が引きずってますもんね、ちょっと 笑い方が。でも全然、ここら辺が動かないですわ、うん、麻酔で、うん、ますので、はい、ご安心ください。ありがとうございます。こんな感じで、うん、ほうれい線なくしていきました。はい、次はボトックスですね。はい、エラのボトックス打っていきたいと思います。はい、はい、お願いします。お願いします。はい、はい、じゃあ続いては、はい、はい、エラのボトックス注射をさせていただきます。ボトックスということです、安武さん。はい、はい、エラの筋肉にボトックスを打って、うん、はい、ちっちゃくしていきますね、うん、はい、はい。おしまいです。え、どうでしょうか。どうでしたか。え、6本打ったんすか。打ちました、6箇所、うん、大丈夫でした。全然大丈夫でしたね。あれ痛みに強い説出てきましたね。あれ、なんだ。綺麗になるための痛みなら我慢できるのかな。いや、なんか、はい、多分冷やしてくださってるのもあると思うんですけど、ね、あと刺す、うん、やっぱ技術なんだと思いますけど。 ありがとう。だって今、え、6本刺したんですか。6箇所刺しました。もうチュッチュチュッチュ刺してましたよ。うん、全然分かんなかった。よかったです。もう痛くなく整形できちゃってますね。めちゃくちゃ嬉しいんですけど。はい、ということで安武さん、はい、そして、はい、全て今日は終わったということで、はい、全ての施術が終わりました。はい、ありがとうございます。総合的に見て、まあ、いくつかボトックスやヒアル、はい、このシミだったりとか、はい、ハイフやったけど、いろいろ全部の結果が一番反応、何ですか、アフターが分かりやすいのは、そう、1ヶ月ぐらいかけるってっていうことですね。1ヶ月後かなりもっとしゅって、今は結構直後でも今の段階でもだいぶ変わったんですよ。はい、すっきりしてる感じが若返ってますが、うんうんうん、1ヶ月とかかけても1ヶ月後ってことですね。さらにちょっといい感じに変わるってことですね。はい、すごい、お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。最後まで見ていただきありがとうございます。チャンネル登録お願いします。 Twitter のフォローもお願いします。またお会いしましょう。